大雪山系朝日岳です。麓は秋の紅葉、そしてそこから山の方に目をやりますと絶景の冬山を見ることができます。秋と冬、2つの季節を楽しめる本当にいい時期になりました。道内で最も高い標高2291メートルの朝日岳。3連休最終日の今日も、もみじ狩りや登山を楽しむ人でにぎわっています。雲一つないんで、やっぱり綺麗に見えて、山の雄大さがすごいはっきり見えて印象的でした。山が大好きで、昨日も大雪高原温泉に行ってきて。そう話す登山客が昨日撮った写真。水面に映る紅葉が幻想的です。すごい今年は黄色が綺麗だなと思ったのと、その中に赤があって、で上に上がってくるほど緑があって、すごい綺麗でした。日本一早いとも言われる大雪山系の紅葉。しかし今年はいつもと少し様子が違うようです。私何年もこの時期ヘリコプターに乗っていますが、今年は少々色づきが物足りないかなという印象もあります。44日連続で真夏日が続くなど猛暑となった今年の道内、木々の色づきが遅れています。札幌市南区の定山渓でも緑が目立ちます。観光協会によりますと、まだ色づきは4割程度。今年のピークは例年よりも1週間ほど遅れ、今月下旬を見込んでいるということです。一方で例年通り秋の風物詩が見られる場所も。千歳市にあるインディアン水車は、千歳川に帰ってきた鮭を一目見ようと多くの人でにぎわいました。あそこの2匹何鮭楽しめました。はい、すごい、あのイクラとか鮭とかが好きなので、すごい食育になっていいなと思って。そして札幌羊ヶ丘展望台にもたくさんの人たちが。こちらにずらーっと並んでいる人たち、お目当てはこちらのホタテなんです。札幌の羊ヶ丘展望台でこの3連休に開かれたホタテ祭り。中国の輸入停止措置を受けて行き場を失った北見市常呂町のホタテを多くの人に食べてもらおうと開催されました。殻付きの焼きホタテを先着50人に無料で配布する大盤振る舞いです。おいしい。とってもおいしいです。並んだ甲斐がありました。こんなに暑いのね。身は暑い、甘いし